アーガイル柄の一例、靴下アーガイル柄は格子模様の一種。数色の菱形の連続で構成されており、その中心を辺に平行した線が交差する。見た目の連想からソロバン柄と称されることもある。名称の由来には諸説ある。スコットランド西部アーガイル地方の氏族だったキャンベル家のタータンチェックをルーツとする説などである。 アーガイル柄は普遍的な模様で、医療品を中心に、いろいろなものに用いられ目にする機会も多い。医療品では、セーター、カーディガン、靴下などで見られる。トラディショナルスタイルの定番アイテムとされるが、パンクロックで用いられる場合もある。近年では、スクール調スタイルにも取り入れられる傾向が見られるという、ボールペンなど、筆記具の軸の柄に用いられることもある。 バーリントンインダストリーズ社は CI としてアーガイル柄を起用していたことがある。スポーツにおいてはガーミンバラクーダのチームウェア株にはアーガイル柄がある。2010年バンクーバー当期五輪のカーリングノルウェー男子代表はアーガイル柄のユニフォームを着用した。また、モータースポーツにおいてもマツダスピードのスポンサーとなったレナウンの社長による 勝つのが無理ならとにかく目立てとの指示で参戦する車の一台を緑とオレンジを基調としたこの柄に塗装させており、1991年のルマン24時間レースではこの柄に塗装された松田787バイトの55号車が総合優勝を果たした。吉本新喜劇の辻本茂雄は借金取りのキャラクターで登場する際、 白黒のアーガイルチのスーツ姿で登場することが恒例となっており、会によってはアーガイルチの浴衣や調理服などのバリエーションで登場することがある。ありがとうございます。